黒帽子ピカチュウの色違い探し番外編です。昼は大宮公園でポケ活したわけですが、家に帰る、飯食って一眠り、起きたら思いのほか元気。というわけで三橋総合公園へ出動です。彦文のガッツをなめんな。黒帽子ピカチュウの出現はおそらく日付変わって早朝の5時あたりまで、まだ余裕があります。警察署前でパトランプが光ってます。事故とかじゃなくて注意喚起のために光らせてます。三橋公園に到着です。三橋公園は街灯少なく夜はとても暗い、無駄に明るいとたまり場になってしまいますからね。このジムは落としたばかりか、そっとしておこう。このジムは元気いっぱいなので、ちょっくらタスクのために攻撃させてもらいやす。ここは特に真っ暗ゾーン。公園一周です。ダメだ、ピカチュウの脇が弱い。巣なので当然なのですが、チョンチーの脇がすごい。巣の脇はいつもこんな感じで頼むぜ。こうなったら大宮駅に向かってみます。コミュニティデイの時はあの辺りの脇がすごい。イベントピカチュウの脇もすごいんじゃないかと予想。午前12時の大宮駅前です。まさかこんな時間に自転車でポケモンするとは、昼の時点では思いもしませんでした。駅前もそんなに脇は良くないですね。6匹ぐらいドドンと出てくるのを期待してましたが、
一匹分の脇がある。置いておこう。夜はポケモンが眠っているのかなというぐらいに脇が渋い。消防車が帰っていく。ちょっと前にサイレン鳴ってたけどこれか。火事の現場はここだな。状況を見るにぼやがご通報か。深夜にご苦労様です。消防指揮者も来てる。せっかくなので大宮公園を経由して帰ります。こちらの参道の脇も見てみよう。ここは明かりがあって結構明るい。この辺のベンチで寝てる人が多い。終電逃した人もいる感じ。気候的には寝やすいけど蚊が大変。交番が近くにあるので安心です。大宮公園に突入です。昼はにぎわっておりましたが今は静かです。人がいないかと思いましたが数人いる感じ。3人でポケボーをやってる人もいました。色違いピカチュウ目的だろうか。
サッカースタジアムの方も巡ってみます。大宮公園を抜けます。まだ帰るまでチャンスはある。お腹が空いたのでラーメン食べてきます。というわけで帰宅するまでイベントピカチュウの色違い見つからず終了です。2日間限定のイベント系色違いをこんな低い設定にする必要があるのだろうかと疑問に思う彦本であった。とりあえず腹いっぱいにして満足気分で寝ます。ふう、食った食った。